こんな感じでですね、シルバーになりました。さっきまでのピカピカの金色がこんなになっちゃいました。はい、じゃあそれではね、こちら今度はですね、こちらです。こちら入れます。本当になるのって感じですけど、入れます。なるんですよ。ドボドボドボと入れます。もうちょっと入れようかな。はい、はい、これでねちょっとかき混ぜてみます。はい、これねちょっと置いときますね。何分置けばいいかちょっとねあれですけど、ちょっとね置いておきます。はい、ちょっとねかき混ぜてみます。結構ねこちらのメッキもね割と頑丈ですね。博識はねほんとあっという間だったと思うんですけど、すごいですねこっち。全然落ちる気配がないですね今のところ。まあね、もうちょっと置いてみましょう。もうちょっとね本当にあっという間に行くと思ったんですけどね、ちょっとこちらのパーツすごい頑丈なメッキコーティングされてますね。もうちょっと置いてみます。はい、こんな感じですかね。これでね、だいたいね、これちょっとメッキ落ち悪かったのでね、1時間半ぐらいですね、つけ込んでますけども、まだね、端の方、ちょっとメッキ残ってますね。なんとね、色が違いましたね。黒いとこのパーツとね、こう白いパーツ。同じ色のパーツにね、メッキされてたわけじゃないですね。こちらもまだね残ってるとこあります。ほんとすごい頑丈なメッキのコーティングですね。もうちょっとね漬け込んでみたいと思います。はい、こちらのねメッキのパーツなんですけどもね、だいぶ色落ちはしましたね。実はこれね一晩置いといたんですけども、まだねちょっとねメッキ残っているところがあるので、もうちょっとね漬けておきたいと思います。客式のメッキはね本当に何分レベルだったんですけど、こちらのメッキパーツ本当ね何時間何十時間レベルですね。本当結構頑丈なメッキでコーティングされてますね。とりあえず完璧にね落ちないとちょっとダメなので、もうちょっと置いてみたいと思います。はい、こんな感じでですね、ですねこちらのパーツすごいね頑固なメッキが施してあった感じですね。それでですねこれ丸々2日間ハイターにねつけておきました。やっとですね落ちました。本当落ちないのかと思ってねちょっとハラハラしましたけどね、落ちてくれてよかったです。ちょっとね映らないですけどね、ちょっとねメッキのカスみたいなのはねなんか残ってますね。でもねこんな感じで落ちてくれたのでちょっとホッとしてます。これからね乾かしてサーフェイサー拭くんですけども、同じメッキパーツなんですけどね、この黒いパーツとね白いパーツに分かれちゃいましたね。とりあえずこのパーツ先塗っておかないと、後からね黒いパーツとかもあるので、とりあえずこのパーツ先ね塗るようにしたいと思います。とりあえずねこれ乾かして塗りますが、とりあえずメッキ落としますみたいな感じでやりましたが、ちょっとね時間かかっちゃいました。でもねこう最初にねキックゴールドのメッキ、あれはシンナーでとして、そしてからですね
その内側にあるメッキ部分はハイターで落とすということで、こんな感じでメッキを落とす動画になりました。もしメッキを落としたい場合はね、参考にしていただければと思います。